天皇皇后両陛下が主催する園遊会は昨春、規模を縮小して5年ぶりに再開されました。今回は招待者にマスクの着用を求めず、会場内ではソフトドリンクやサンドイッチなどの軽食が振る舞われました。あいにくの曇り空となっていましたが、両陛下をはじめとする皇族方の笑顔が集いました。皇室担当記者。写真あり、佳子さまと並んで挨拶される愛子さま。 4月23日、東京・赤坂御苑で開催された春の園遊会。今回招かれたのは、元日本サッカー協会会長の川淵三郎氏、87、焼北王子金や、81、羅各界の功労者とその配偶者など約1700人に上った。今春に社会人デビューされた愛子さまも初めてご出席され、招待者と和やかに懇談されていた。 そんな愛子さまのお隣には、秋篠宮ご夫妻の次女、佳子さまがいらっしゃった。午後2時ごろに赤坂御苑の丘に両陛下や皇族方が姿を見せられ、愛子さまと佳子さまは並んで国家の総額を聞かれた。愛子さまは淡いピンクの装いを、佳子さまはサーモンピンクの装いをされていた。愛子さまと佳子さまは招待者と懇談される直前に、中睦まじげにお話をされている場面もありました。 佳子さまは身振り手振りを交えて、積極的に招待者の話に耳を傾けられていました。それだけでなく、お隣にいる愛子さまにもお話を振られ、一緒に会話を楽しむといった気配りもされていたのです。佳子さまが、園遊会デビュー、をされたのは、昨年5月に開催された春の園遊会でした。愛子さまがリラックスして臨むことができるよう、ダブルコート先輩、 とししててアシストされれいたのかもしれません前室、皇室担当記者。頼もしいよ姿をお見せになられた佳子さまに、SNS では絶賛の声が相次いでいる。佳子さまが愛子さまを引っ張ってくれてるような感じで微笑ましい。佳子さまが初めて出席される愛子さまのフォローしてるみたいだね。佳子さまは愛子さまの良き先輩なんだろうな年齢の近い方がそばにいらっしゃると安心できるのではなかろうか。 よきよき。愛子さまと佳子さま愛いいですね。優しい姉的な佳子さまがいて安心しますね。